パリメトロ3号線は、パリ交通公団が運営するフランスパリのメトロ路線の一つ。パリ北西部郊外のポンドル・バロアベコン駅から、パリ中心部の北寄りを東西に横断し、サンラザール駅、オペラ、レペブリック広場などを経由して、東部郊外のガリエニ駅に至る。3号線は1904年に開業し、その後東西とも、パリ市街まで延長された。番号は3号線だが、 開業順では1号線、6号線、2号線に次ぎ4番目である。サンビス線は、元は3号線の一部だったが、3号線が東へ延長された際に本線と分離され独立した路線となった。3号線北西端のポンドルバロアベコン駅は、パリの北西に隣接する、オードセーヌ県、ルバロは、ペール市のセーヌ川近くにある。ここから南東に進み、ポルトドシャンペルで、 パリ市に入る。サンラザール駅からレピブリック広場までは1号線のほぼ 1km 北を並行して走っている。ペールラシューズからガンベタにかけては約40パーミルの上り坂となる。ポルト・ド・バニョレで、パリ市からで、次のセーヌ・サンドニ県、バニョレ市のガリエニ駅が終点となる。全線が地下線であり、地上区間はない。 パリメトロ3号線の路線図1898年のメトロ整備計画では3号線はパリ西部のポルトマイオーから東部のメニルモンタンに至る路線とされエトワール・ビリエ間は2号線と線路を共有することになっていたその後ポルトマイオー・エトワール間が1号線に変更されたことに伴い3号線はビリエ一等と改められたこうして1904年にビリエ ペールラシューズ館が開業し、翌年には東のガンベタまで延長された。さらに1910年代から20年代には東西へ延長され、それぞれ市境のポルトデリラ、ポルトドシャンペレにまで達した。西側では1937年に郊外のポンドルバロワまで延長された。東側では1971年にガンベタ、ガリエニ館が開業し、 それまで3号線の一部だったガンベタ、ポルトデリラ間がサンビス線として分離された。この際、ガンベタ駅の東にあったマルタンナ道駅は、ガンベタ駅と統合された。元々のガンベタ駅をサンビス線のホームとし、マルタンナ道駅とガンベタ駅サンビス線ホームを結ぶ区間に新たにホームが作られて3号線のホームとなった。旧マルタンナ道駅のホームは通路として、 従来からあったマルタンなどを駅の出入り口まで徒歩で連絡できるように残された。車内1967年以降は MF67 が使われている同形式が投入された最初の路線である5両編成で1、3、5両目が電動車である。ただし旧編成のみは編成が異なり中間3両が電動車のものや1、2、5両目が電動車のものがある。全長は 約九十メートル。各車両ごとに片側四つのドアがある。非常時を除き車両間の往来はできない。車両基地はガンベタ駅の東のサンファル城にある。大規模な検査や回収作業は七号線の昭和地位車両基地で行われる。ポンドルバロアベコン駅ホームブルス駅入口ペール。ラシエーズ駅とガンベタ駅の間にはマルタンなど駅があったが、ガンベタ駅の改造でホームが 西寄りに移されることに伴い、1969年8月23日に廃止された旧マルタンなど駅ホームの東端は、現ガン田タ駅ホームの生端にあたり、旧マルタンなど駅入り口からは、ホーム跡に設けられた通路でガンベタ駅ホームまでつながっている。ありがとうございます。